はい、こんにちは。マッキーさん管理実況者の電車だよです。まあ今回もですね、桃鉄の特産物紹介やっていきたいと思います。まあ今回は土佐清水の縄文記念館を紹介します。まあまずは普通にプレイしてやっていきます。縄文記念館はまあリニア周遊がなんと買うと出るということですごいんですよ。あれ、あ、ボンビーのやつが、さあ今ボンビーついてるのはエンマです。さあキング、キング、キング、キングということで、キングボンビーやってきました。さあ、エンマを借金にしてくれるんでしょうか。現在エンマが1位を取ってるので、なんとかビルくらいまで下げてほしいところですが、さあなんと、まあこの回、まあこのシリーズの中では初めてのキングボンビー登場でした。そして借金の10倍ということで、エンマ借金しました。そしてなんとですね、もう売る物件がなくなりましたということで、決算です。ここでということで、なんとか利益も総資産も1位を取ることがこれでできましたということで、早速縄文記念館を買っていきましょう。今ゴールには指定うんちで、うんちか、あ、まあ、うんちを置いていますということで、じゃあ縄文記念館紹介いきます。はい、これです。まあこの縄文記念館のジョン万次郎についてなんですけど、まあジョン万次郎は幕末からまあ明治にかけてアメリカと日本で活動した日本人です。アメリカ人からはジョン・マンというまあ名前で呼ばれました。まあ土佐出身で、帰国後本名で中浜万次郎と呼ばれたそうです。まあそれで、まあ帰ってきた時にはまあ通訳とか教師としてまあ活躍した偉人でした。はい、ということでジョン万次郎登場です。まあジョン万次郎はリニア周遊をくれますということで、相当いいプレゼントでした。まあ、これを自分は北海道のダビングマスなので、などでダビングしまくりたいと思います。あ、この BGM はということで、生ハーゲンが登場してしまいました。生ハーゲンかなりトラウマでですね、厄介なことしてくるんですよ。カード捨ててきたりということで、自分に止まってしまいました。今回は持ち金半分です。はい、ということで、まあ決算です。まあ記録はやはり全部1位となっています。まあ皆さんもよかったら縄文記念館買ってみてください。まあ今日はこれくらいで終わりにします。それではバイバイ。